今回はですね、脇芽洗浄法の手術の解説動画です。よろしくお願いします。脇芽っていうのはですね、アップリン感染という、汗が出る線ですね、それのうちの匂いの元となる感染ですね、それを物理的に目で見ながら除去するっていう手術方法になります。取る範囲をこういうふうにマーキングして麻酔をしますね。で、傷口は大体ね、脇の芝に沿って4センチぐらいの手術を行ってます。この傷からですね、アプローチしてここのマーキングの範囲を剥離をしていきますね。今アプローチって言いました？アプローチ、アプローチ、アプローチ、アップルウォッチって聞こえてるで、このマーキングの範囲を剥離をしたら、皮膚をですね、裏返して皮膚の裏側にあるアポクリン汗腺を剥がしていきますね。この白いのがね、皮膚の裏側の芯といっている組織なんですけど、これが見えるぐらいの方で裏側についたアポクリン汗腺と、脂肪質とかもありますけど、これらを一緒に剥がしていきます。この黒いのは何ですか？黒いのはね、これ毛根の組織ですね。要するに脇毛を裏側から見たものです。アポクリン汗腺を取る過程で毛根もある程度取れてしまいますね。結構ね、ひっくり返した時滑りやすいんで、スキンフックって言ってね、こういう尖った器具でひっくり返すようにしてます。綺麗に剥がれると結構気持ちいいんだよね。脇芽ってこう遺伝するものって言うじゃないですか。遺伝というか、アポクリン汗腺が発達するような遺伝子を持ってると、アポクリン汗腺が発達して、匂いが気になってくるっていうものになりますね。その遺伝子というか、欧米人の方だとみんなこれをね、アポクリン汗腺で、ね、発達してるんだよね。だからその脇芽自体が、社会の中であまり認識されないというか、それが普通なことになってるんだけど、アジア人の場合はアポクリン汗腺があまり発達してない方が多いので、全体の人口に占める脇芽の方の割合というのは少ないわけだよね。そうすると社会の中でこの方は脇芽だなっていう認識がされてしまうわけね。だから治療の対象になってくるっていう背景がありますね。その脇芽の匂いってこう、ちょっとフェロモンを感じる匂いとかってよく言いますよね。私も友達でいます。こう脇芽の匂いが好きで、脇芽の男性ばっかり好きになっちゃうっていう感じいますそこに魅力を感じる方はもちろんいるだろうね。確かにフェロモンっていうけど、そのアポクリン汗腺でフェロモン出るって言われてるんですよね。なので、思春期の頃になってくると、それが発達してきて、ある種のフェロモンを出すんじゃないかと言われてるんだけど、フェロモンイコール何かこう脇芽の匂いってわけじゃないので、鼻で感じることはできないぐらいの匂いを出している可能性はあるって言われてますよね。アポクリン汗腺自体は脇以外にも、例えばまつげとか耳の中とかニップルとか外陰部とか、そういうところにもあるんですよね。脇の洗浄法をしたからといって、それで全ては解決するかっていうと、必ずしもそうではない方もいますね。いろんなところに匂いの原因になっている可能性があるので、量の多いところはやっぱり脇と外陰部なので、その辺の洗浄法をやるっていう方もいますよね。剥がす層もですね、一応重要というか、あんまりこう皮膚に攻めすぎてしまうと血流が悪くなって皮膚がね、死んでしまう、壊死してしまう可能性もあるし、逆にこう組織を残しすぎてしまうと脇が治らないという可能性もあるので、絶妙な層で剥がすようにしてますね。血管とかは残すようにして、あとは皮脂腺ですね、そういうのは残すようにして、アポクリン汗腺を含む組織がきれいに剥がれていくようなところで剥がしていくと。黄色いのは脂肪ですか？黄色いのは脂肪です。脂肪の中にツブツブみたいなのがあるんだけど、それがアポクリン汗腺ですね、この止血しているところですね。この手術で後からこう血が出てしまうと、中にね、こう血腫といって血の塊が結構溜まっちゃうので、そうすると皮膚のこの血流が悪くなって皮膚がね、壊死しちゃう原因なんですよ。なので、これ入念に止血をして血が出ないかを確認して閉じていく必要があります。もちろん入念に確認はしてるんだけど、やっぱりちょろちょろした出血が出る可能性あるので、術後はですね、うちでは3日間圧迫をするためにガーゼを脇に挟んで圧迫固定をさせていただいております。で、お仕事とかね、運動する予定があるような方に関しては、ある程度事前にスケジュールを調整した上で、手術の予定を組むっていうのが大事ですね。最低3日は脇が動かしづらいっていうことですよね。そうです。脇をなんか締めてこう手を上げられないような感じに固定してもらいますね。で、その間入浴だったりとかっていうのはどうしたらいいですか？入浴自体はできますよ。水を濡らせなければ、下半身を中心に入ってもらえばいいので、髪を洗ったりはちょっと自分では難しいかもしれないですね。誰か手伝ってもらう人がいれば、髪を洗ってもらうとかできます。傷の経過とかはじゃあ、リンク貼っときますね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。